すべては一人の男の理想から始まった。人の死を、人の恐怖を、人の絶望を、それらを何より美しいと評した男の手で、私の性は歪められた。家族を殺され、復讐を誓った心すらも利用され、私はその男の思うがままに、エイブラハム・ヴァン・ヘルシングは復讐に身を焦がす怪物となった。私には仲間など必要ない。人並みの幸せも、人からのぬくもりもいらない。家族の仇さえ討てれば、他に何も必要ないと思っていた。そもそも、罪なき吸血鬼の幸せを奪った私が幸せになるのか、許されるはずもない。犯した罪に対する当然の罰として、私はただ孤独であり続けた。それが私にとって真の仇だった。アレスターの狙いだとも知らずに、そんな私を救ったのは一人の少女だった。カルディアは私がいくら突き放そうと、決して私を一人にさせようとしなかった。猛毒の怪物と呼ばれ、人との触れ合いを禁じられ、私以上の孤独に苦しんでいたにもかかわらず、それでも私の背に追いすがってきた少女、そんな彼女を見ていると、自分だけが孤独だと、自分だけが苦しんでいるのだと、そう考えていたことがまるで道化のように思えてくる。だから私は死ねなかったのだ。だから私は殺せなかったのだ。私以上に孤独を抱えていた彼女を、もう一人にはしたくなかったから。私を追いかけ、引き戻してくれた彼女。そして私の復讐譚は終わりを告げた。だが決して全てが終わりを迎えたわけではない。吸血鬼の王が私を許したとしても、私の性を歪めた元凶が消えたとしても、未だ彼女の身に毒は残ったままなのだから。
ヘルシング様。シュタイン博士より至急のお呼び出しです。お屋敷のお嬢様が。カルディア、カルディア、
なんかごめんね。あまりにも二人の世界だったからタイミング見失っちゃって。いたのかフラン。うわ、バンひどい。そもそも君を呼んだの僕でしょ。そういえばそうだったな。それにしてもびっくりしたよ。僕がちょっと目を離した隙に二人が、いやそれ自体は全然いいんだよ。だって二人は恋人同士のわけだし。ただバンがあまりにも迷いなく君にキスをしたからさ。解毒が成功したとの知らせを受けていたからな。それにこの目でもしっかりと結果を確認したからこそだ。その知らせって、正確には解毒はほぼ成功、最後の確認を今から行うでしょ。結果的にバンが帰ってくるまでに無毒化は証明されたわけだけどさ、もし毒が残ってたらとか考えなかった？何も考えてなかったんだね。恋は盲目って本当なんだな。だがフラン、お前の錬金術師としての腕は本物だ。その知識や技術は他者とは比べ物にならない。ありがとう。つまりそこまで有能であるお前が確証もなく私にあんな知らせを飛ばすこともありえないだろう。まあそうだね。二人をがっかりなんてさせたくないし。ならばお前を信頼しきった私の読み勝ちということだな。なぜ笑う？何かおかしなことを言ったか？そうか、ならいいのだ。本当によかった。君たちがそうやって笑い合って手をつなぐことができて、僕を信じて待っていてくれてありがとう。私もだ、フラン。私たちにとっての奇跡はお前なしではありえなかった。ありがとう。私の愛しい人を救ってくれて。僕だけじゃないでしょ。これはルパンやインピ、それに伯爵やドラちゃん、あとはシシーも。みんながいたからこその奇跡だよ。カルディア、君も。
ああ、それからこれは念のためなんだけど。今君のホロロギウムはなんとか解毒できているけど、この先何があっても不思議じゃない。明日から僕の用意した抑制剤を取ってほしいんだ。毒の抑制剤か。逆を言えばそれさえ摂取しておけば普通の体と何ら変わりないわけか。うん、そういうことけど、心配しないでいいよ。その抑制剤が必要なのも初めの数日だけだからさ、あとちょっとの辛抱だよ。僕もインピーの手伝いがあるし、ずっと屋敷にいるわけじゃないけど、なるべくこまめに顔を出すから、何かあったら遠慮せずに言ってね。まるで母親のようだな。担当医として当然なの。とにかく無理はしないようにね。お二人とも変わりないでしょうか。いつもと同じ文面になってしまいますが、こちらは未だに忙しく当面戻れそうにありません。評判の良い香りだそうですから、バンと二人も実りのある時間が過ごせるかと思います。それで今回はこの辺りで、あなたと、それから仲間たちと、いつあなたの幸せを願う。愛犬シシーちゃん、なんだよなんだよ、元気そうじゃん。わざわざお出迎えってやられた。おーおー、また盛大に噛まれてんな。さては久しぶりすぎて不審者扱いか。インピーらしいぜ。
カルディア。元気だったか？カルディアちゃん、おめでとう。本当におめでとう。連絡したらサプライズにならねえだろ。どうせだからお前のこと驚かせてやろうと思ってな。そうそう、俺たちはもう特大級のサプライズ食らったもんね。フランから聞いた。もう大丈夫だって。幸せになれることが本当にマジですっげー嬉しい。おめでとうカルディア。チョイストップ。何この空気。インピーさんいるんだからね、俺を仲間外れにしないで。なんだよ、お前も俺に抱きしめてほしいってか。どうしてそうなった。違いますから。多分だけど、お前がそうやって抱きついてる限り、インピ一生そのまんまだからな。そんでバンは？って、さすがにこの時間は仕事中か。二人での生活はうまくいってるか？まあまあかよ。それに意味ありげな沈黙。なんか不都合でも？って、あ、わかった。料理か？あいつのあれはな、どうにもなんねえよな。
カルディア。そんなに動き回るな。無毒化がうまくいったとはいえ、抑制剤がどう影響するのかもわからん。続きは私がやる。休んでいろ。私が家にいない間、退屈しないようにいろいろと本を買ってみた。お前の好みを聞きそびれたからか、ざっと100冊ほど適当に取り寄せた。どれでも好きなものを読むといい。ん？金のことか。大丈夫だ、お前は気にしなくていい。聞いてる聞いてる。ただちょっと番の変わりようがびっくりだよ。まさにあいつにとってお前は姫なわけだ。ったく幸せそうにしてんじゃねえか。なくなっちまったか。俺入れてくるわ。いいっていいって、ルパンが君のためにしたいだけだし、ここは思いっきり甘えちゃいなって。ああ、晩の帰りが楽しみな感じ。バンが死ぬほど羨ましいあのショットガンメガネめって意味かな。ありえなくない？大親友のインピーさんに向かって、何その顔。お前の親友になった瞬間など私の知る限りでは存在しないな。念のために言うが、これから先もお前は敵だ。敵？エネミーなの？俺二人とも実にお熱いことで何よりだな。ルパン、お
前も来ていたのか。なあな、お邪魔してるぜ。とりあえず仕事終わりだろ。お疲れさん。ちょうど茶も入れ直したとこだしよ。久しぶりに話でもしようぜ。そうか。では喜んで応じるとしよう。歓迎するぞ、ルパン。ついで。なんか納得いかない。それにしても本当良かったよね。カルディアちゃんの毒をなんとかする。もともとはフランの目標だったわけだけど、それ最終的には俺たち全員が目指してたことだもんね。二人はこんなにもうまくいってるしな。いいことずくめだぜ。お前たちこそ最近はどうなった？インピーは何か探し物を、それとルパンはテロ計画の阻止だったか？聞いちゃう？それ聞いちゃう？実はインピーさんね、なぜか途端に興味が失せた。ルパンの話だけ聞くとするか。ひどい。聞いて。もっと俺に興味持って。ちょこちょことロンドンを出ることはあるだろうが、しばらくは滞在するつもりだぜ。情報収集やらなんやら、ここでもやれることは多いからな。俺もしばらくいるかな。ロンドンでしか手に入らない部品とか材料とか、そういうのたくさんあるし、探し物を見つけられたらすぐにでも月に行けるように準備万端にしておきたいからね。なら今後も顔を合わせる機会はありそうだな。騒ぎを起こしてくれるなよ。お前たちとつるむとろくなことがない。そりゃまあ状況次第ってやつだ。さて、そろそろ俺たちはおいとまさせてもらうとするか。そんな顔されちゃうと俺たちも帰りづらいな。ふん。それなら夕飯も食べていったらどうだ。せっかくの機会だ。私自らが振る舞うが。いやそこまではさすがに悪いからよ。大丈夫だって。気にすんな。そう、ディナーは二人で楽しみなって。もちろん彼女のお手製料理でさ。そうか。ま、食べたくなったらいつでも言うといい。いろいろと
新作のレシピも考えているからな。よし、そんじゃな。また近いうちに寄らせてもらうぜ。新婚さんの邪魔をするほど野暮じゃないってね。俺ってば引き際をわきまえるいい男。自分で言っているうちはおそらくいい男ではないと思うぞ。同感。